ビームスは輸入及びオリジナルの衣料品や雑貨を販売するセレクトショップ。また、ビームスが展開するオリジナルの衣料品や雑貨のブランドでもある。1976年に創業した日本のセレクトショップの草分け的存在である。アメリカ西海岸をベースとしたカジュアルな商品構成が特徴である。2007年3月現在、国内74店舗。 海外6店舗、ユナイテッドアローズ、シップスと共にセレクトショップのご参加と呼ばれる。ビームスは次の3つの組織からなっている。創業者のシタラエツゾウはもともと1953年創業でダンボール類を製造する新興株式会社を経営していたが、1975年頃に、 新宿の飲み屋で知り合った人物に紹介された、重松治を店長として1976年、原宿に六坪の用品店、アメリカンライフショップビームスを開業させた。同店は、アメリカ西海岸のカジュアル医療を自家輸入して大成功を収め、1977年には2号店を渋谷の通称、ファイヤードールに出店している。創業期の同社を支えたのは、 平凡出版との深いつながりだった。設楽越造の長男である設楽洋は、この当時、電通に勤務していたが、慶応義塾大の学生であった頃に知り合った小黒13が平凡出版に勤務していたことから、同社は小黒を通して、当時、ポパイの編集者だった石川次郎、松山武氏北村勝彦への人脈を築いた。ポパイ編集部はビームスに、 アメリカのファッションの情報を提供し、ビームスがそれを買い付け、ポパイ紙面ではそれらのファッションを紹介するというサイクルが成立し、ビームス躍進の原動力となった。1983年、設楽洋は、設楽越造の病気を機に、電通からビームスに移り、専務取締役としてマーケティングを担当した。一方、創業期からバイヤーを務めていた茂松は、 上務取締役として、バイヤーたちを統括し、新たなレーベルを次々に開発していった。この時期、ビームスの会社の規模は大きく成長し、1989年には、ホンダと組んで、鈴鹿の8時間耐久レースに出場させたチームが、初出場で優勝という快挙も成し遂げた。しかしこの翌日、重松をはじめとする役職付け社員30人程度が、一斉に辞表を提出。 ワールドをスポンサーとして新たにビームスと競合するセレクトショップユナイテッドアローズを創業した。重松らの大量離脱によってビームスは大混乱に陥ったが、松山良さん、南、馬越和義ら若いバイヤーを抜擢して苦境を脱した。また、世界文化社のビギンとの間に密接な関係を構築し、同志が頻繁に、 ビームスの取扱い商品を紹介したことでビームスはさらに売り上げを増やした。ありがとうございます。